ミルワカ休み時間ラジオでございます。チャンバーでございます。ノーミルクです。いやー、今日も休み時間ということでね、あーだこーだ言ってきたいなと思ってるんですけれどもね。そうですね、もうなんて言うんですか、もう気になるサムネが気になりすぎて、これ先生作ってくれたんですかね。もう雑談してる場合じゃないなというシーズンですかこれね。いや、ちょっとそういう日ですね、なんかね。いやー、ちょっとね、なんかここんとこ最近なんか賑わせてたニュースでね、近所に美味しいパンができた話とかしたかったのにね。したかったよね、それどころじゃないじゃないこれ。そうなの、我々ね、これ皆さんの12月9日、昔柿の種をね、あの本当に土に埋めてもね、柿の木生えてこなかったなみたいな話したかったんだけどもね、そんな話してる場合じゃないじゃない。なくなっちゃったのよ。そういうことでしょう。はい、我々12月9日の19時過ぎぐらいにこれ撮ってるんですけども、はい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 、2,3 時間前にね、はい、もう出たんですよ、マーさん。ピッカデンティ退任&長谷川健太就任が決まりまして。先生噂レベルでこう言ってまして、いやいや嘘って思ってましたけど、だって俺だって見たんだから、名古屋の最終戦セレモニーのご挨拶とか、ピッカデンティ、まあそうっすよね、そんなはずないもんだって歓迎されてたしって思ったら本当に辞めるっていう。いやー、そして、うん、長谷川健太さんも決定なんですか。もうもう決まりました、リリース出たので。わー、すごい、急転直下でございますよね。ねえ、先生はもうその先もうスタメン、うん、はあ。いや、正直ね、はい、もう名古屋、フィッカデンティー名古屋って、これお聞きの皆さんもですけど、はい、ちょっともう完成されてるチームじゃないですか。そうですね、確かに。うんうんうん、あとは、いわゆるカップウィナーじゃなくて、はい、シーズンリーグウィナーを取るのにあたってのマイナーチェンジを何個かやるぐらいなところでしかなかったと思うんですよ、はい、強いて言えば。そのチームを崩しますか、名古屋。そうなんですよ。解体しますか、一旦。ただね、はい、そこで、はい、長谷川健太さんが就任して、もちろんね、監督変わるんだから、それはね、メンバーはある程度変わるだろうってのあると思うけど、そうでしょ、うん、ちょっとね、意外な人物が僕、はい、移籍する可能性がちょっと出てきてしまったのかなって。名探偵なんか見つけちゃった？そうなのよ。はあ、なんで今日はその話をしていきたいなと思います。わかりました。いいですか？なんで今日は、はい、このサブなんで普通はこうラジオでやっていきたいんですけど、はい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 、どうしても表ないとこう分かんなくなっちゃうってのがあるから。いやいや、サブにくれるんですか、こんなコンテンツ。すいませんね。やっちゃっていいですか？お下がり、お下がりでいいんですか、こんなの。いいですよ、いいですよ。ありがとうございます。いきますよ。はい、準備してますよ。3、2、はい、画面ご覧ください。ドン。スタメン？ドン出た。はい。はい。あの右側の皆さんが、はい、あのまあ今年いるメンバーで、まあ、上条選手のところだけ、はい、あれですね、あの噂が立ってるってところもあるから名前入れてるってところはあるんですけど、ちょっとね左側の皆さんのところで、なんで今日はちょっと話していきたいっていうか、何人かだけもしかしたらなってちょっと思ってるのがあるので、そこら辺をちょっと話していきたいなというかって感じになってくるんですよ。左と右は何が違うんですか。実はね、あの、はい、今、センターバックのところ、僕、あの、ディフェンサーのところを太字にするの忘れてて、今、ちょっと得してるんですけど、なるほどね、そうなんですよ。スタメンとか、あの、ファーストチョイス候補と言いますか。そう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 。あの、なんで、太くなったらね、太くしてるけど、うん、太くしたけど、うん、正直そこは大きな問題じゃないんです。うん。黄色何個かありますね。黄色あります。はい。僕、ここ気になるなって。アウトかもしれないってことですか？はい。思ってます。で、まあまあ、一個ずつ、一人ずつまずはちゃんと説明していきましょう。うん、まず、あの、稲垣翔選手に関しては、はいはいはい、あの、鹿島とか東京がそもそも狙ってるって話があるので、はいはいはい、まあそうなってくると狙ってるって話があるってことは移籍の可能性あるじゃないですか。はい、そうね。同じく木本選手に関しても、FC東京がオファー出してるとのことなので、はいはいはい、まあ可能性はありますよね。うんうんうん、まあそこに関しても、名古屋の皆さんとか、これお聞きの皆さんもしかしたら知ってると思うんで、はい、あれなんですが、いやいや、稲垣、木本は分かるよ、うん、他に3人黄色ついとるやんって話ですよね、はいはい、あ、ごめんなさい、あと山崎涼子選手はもうあの僕は湘南に移籍するんじゃないかと勝手に思っちゃって今抜かしちゃったんですけど、色濃いんだその可能性が、うん、だから僕は相馬勇樹、はい、そこ意外ですね、斉藤学ぶ、米本拓司、うん、僕は移籍あると思ってるんです。どちらに、どこかは正直まだ分かんないです。でも名古屋抜ける可能性があるっていう方からの発想ですか、はい、なんで理由、はい、理由ちゃんと説明します、はい、先日退任されたマッシモ・ピッカデンティさん、はい、まあ、当然ですが、あの選手だけじゃなくてね、うん、皆さん、あの監督さんは代理人ってつくんですよ。はい、そうなんですってね。ロベルト佃さんという方がやってらっしゃるんですね、はいはい、有名な方ですよね。そういうの知ってんだからな先生は。ありがとうございます、はいはい、まあ正直、多分ですけど、うん、
報道が正しいのか、もしくは見る赤の奥田月で話したこととかで考えても、多分円満ではないだろうなってのがなんとなく出てる感じで言うとね、あるわけですよ。まあ、急転直下ですもんね。うん。だからまあ、正直一人の監督なので、そんなこう会社単位で何があるかとかってことは僕は分かりませんけど、相馬勇紀さん。はい。斎藤学さん。はい。米本拓司さん。うん。代理人。はい。ノベルトツクラさん、はい。ってことは何、一連卓勝的な、だからいわゆるだから あんなことをそんな感じでこう、そういうチームでね、えだからちょっと、でもああそうそういうことはゼロじゃないんじゃないって思っちゃって、なるほどね、あそういう意味の黄色なの、ね、そうですね、だから名古屋、まあ、一つのねそういう発想もあるということで、そうですね、その代わりにあの上長選手を左の最優先にしてみましたけど、まだ加入も決定してないのに、なるほどね、はははまあでも選手本人のね意思がやっぱ一番ですからね、そうですね、はい、うん、まあ、だから特に相馬選手に関しては、まあこのタイミングか分かんないけど海外籍の可能性ってのもゼロじゃないので、うん、ああそうですか、そうですね、はい、なんでそういうことからしましたしね、そういえばそうなんですよ、はいはいはい、だから冬じゃなくて多分夏に行くとかっていう可能性も全然あるんじゃないかなと思いますが、うん、ただ結局センターラインのところで言っても結局はね稲垣、そのねあのロベルト佃さんのところは関係なかったとしても、はい、まあ、稲垣木本ロックオン状態なので、うんうんうん、こうだからボランチ陣をやっぱりいかに残せるかっていうのが来年の名古屋になってくるのかなと、こういうフォーメーションにもしたけど、もともとから東京時代にも、長谷川健太さんって433やりてえってのがあったから、はいはいはい、思えば今年の名古屋とも方向性は近いんですよ、やりたい方向性は。だけど、そのためには、いかにこう、ボランチ陣、中盤のファイター陣を残せるかってところが一番鍵になってくるので、そうですね、そこが抜けちゃうとそもそもそのフォーメーションはできないから、だから、どれだけこうチームとして長谷川健太監督がそのねいわゆる遺留に残すのか分かりませんけど、はい、そこが重要になってくるし、いやでも健太さんもこれ難しいじゃない、だって決まったはいいけど誰が残るかちょっと不透明なわけでしょこれ、まあだからね残せるよう尽力していくってところはあるんでしょうし、かその辺の話も終えてのこれなのかしら、いやどうなんでしょうね、誰と誰と誰は絶対残すんでとか、こういうチームは絶対保証するんで来てちょんまげってこと、さてに振った瞬間に解任ってこと？どうなんでしょうね。わかりませんけどね。今どうなんですか、ファンの皆さんのご、サポーターの皆さんの反応というか。複雑ですよね、やっぱりね。ハレーションが起きてるでしょうね、今ね。そうでしょうね。まあまあもちろん長谷川監督いい監督ですから、あれですけど積み上げとかっていうね意味で考えるといろんな意見はあるでしょうね。そうですね。ただスポーツお姉さんは今何ポーズを取ってるんでしょうね。いやそうでしょうね。俺はねあの落ち着くためにヨガのポーズを取ってると思いますよ。あなるほどね。わかんないですけど。あとまあ一つ言うんであればあのマッシモさん一個一つ課題だったのはあの何が何でも固定メンバーだったじゃないですか。はい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 。あのいい悪い関係なく。はい。それはカップ戦においては長谷川健太さんで解消されるのかなと思っていて、うんうん、だ若手の例えば藤井センターバックの藤井選手や吉田選手、うん、まただから来季ねこのチームユースから昇格してくる吉田選手、豊田選手、高田選手に関してとかはなんかなんとなくちょっとね可能性出てきたかもしれないってのもあるかもしれないけど、まあただちょっとね状況次第ですよね、いろんなね、なるほどね、これからだからまたいろんなことが動いていくんでしょうね、うん、そうですね、昨日も言った通り先生がね、うん、本当に名古屋を起点にいろいろ変わってきそうな感じがしますわな、そうなんですよね、まあ、ちょっとこのシーズンの、まあ、主役というか主人公枠になるのがどうしても名古屋ってことに、名古屋グランパスってことにはなっちゃうんだろうなと思いますね、そうですか、うん、激動のオフに名古屋もしかしたらなるかもしれないなというのは、はい、続きそうですね。でもメンバーはいいメンバーですからね、これね、ここそうなんですよ、いいですし、ね、男吉田豊選手を筆頭にね、メンバーも良ければ施設もチームのもいいチームですから、これはねひつまぶしにこうね、うなぎで普通に食べても最初かけて食べてもお茶最後にかけてもどっちも美味しいみたいなもんでね、いやほんとそうよ、まあ、どっちも美味しいことは間違いない、間違いない、どっちが好みですかって話か、これはね、そうですね、なるほどな、だスタメンどうなるとも変えたけど、チームどうなるってところもあるし、まあでも
彼なら長谷川健太さんなら面白いチーム仕上げてくるんじゃないかと思いますから。そうですね。そこもまあ一つ楽しみだと思います。楽しみだなと思います。はい。なるほど。ということでした。長谷川健太さんって車何乗ってんですかね。何なんでしょうね。これ日産車とか乗ってたら気まずいもんなんですかね。大変ですよ。行くのね。そんなことないのかな。そんなことはないですよ、ね。でも俺マリノスの練習昔見に行った時トヨタの車乗ってたよ選手。あんま関係ないでしょうね。関係ないのかな。そうだよね。そうですよね。なるほど。いやいや、ということでした。ありがとうございました。ということで。ありがとうございました。サブアカだったよ、これ。これサブアカです。もうなんか本アカの感じで撮ってた。後ろに変なアホみたいな音楽ずっと流れてたよ。これいいの？いいよ、いいよ、大丈夫だよ。わかりました。こちらもね、こんなもあの、こんなコンテンツも先生やってくれましたよ。やってますので。してくださいね、こちらも、ね。よろしくね。はい、お願いね。本お願いね。明日ね、毎日やってます。明日。またね。またね。バイバイ。はい。ありがとうございました。じゃあね。